一歩前に出たんで古川選手からお話を聞いていただきたいと思います。はい、実は予定になかったんですけども、だから一歩前に出られたんで、せっかくですからお話を聞いていただきたいと思います。22得点です。ちなみに今日試合前にちょっとお話をする機会があって、昨日6分の0だったということで、今日はやるぞというお話を古川選手からいただいたんですが、その通り有言実行になりましたね。本当に結果的にこういう形になったんですけど、積極的に狙って、結果試合中なんで良かったと思います。プレーを受けて意気込みを、来週の方にまた北海道でやるんですけど、アウェーで、2連勝しをしっかり勝ち取れるように、また準備してやっていきたいと思うので、ぜひよく応援をしてください。ということで、一本走る前に出ました古川選手でした。ありがとうございました。ここからは、リスナー本当にあります、選手お二方にお話を聞いてもらいたいと思います。渡辺選手。嘘でしょっていうところにはおっしゃってますけども、今日は14得点の活躍ということで、昨日今日と大変いいところでシュートを決めていたと思うんですが、いかがでしたか。いや、はい、はい、決めましたね。今日も決めました。でも完全に俺じゃないというモードでスイッチ切ってたって。すいません、じゃあ、これだけ詰めかけていただいたお客様に、一言、これを勝ち越そうという意気込みをさせていただきたいと思います。はい、ですね、今日も応援ありがとうございます。皆さんのおかげで2連勝を取ることができました。プレーオフに向けてこれからも頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。渡辺選手でした。ありがとうございます。そして、最後に牧選手からお話を伺いたいと思います。とりあえず、昨日と2つ勝っておめでとうございます。はい、ありがとうございます。そして、僕的には一番今日の牧選手の印象に残るプレーは、スタンピリ終了間際のムースボールに気迫が出てたんじゃないかな。皆さん、いかがでしょうかね。相当気持ちが入っての今日のメンバーだと思うんですが、そうですね、本当に投げられない試合で、2つかもどのようにもハーブ試合ないから、試合で開始からプレーしてきたので、自分たちもそれに投げられないという気持ちでプレーしてました。今日も安定的な活躍で、会場を沸かせていただきます。なんといっても10アシストが光りますね。そして4スティールで、今季100スティールも記録したということで、トス選手の真骨頂の数字ではないでしょうかね、今日は。そうです、本当にチームメイト全員が最初から最後まで集中して頑張ってくれたので、そういう結果になったと思います。プレーオフへ向けて、あと4試合、非常に重要な試合が続きますが、ホームで2つ、そして北海道で2つ残してますが、意気込みを。そうですね、本当に期待して本当にありがとうございました。次、北海道戦、本当に厳しい戦いになると思うので、チーム全員で頑張ってますので、最後まで応援よろしくお願いします。